皆さんこんにちは。本日と明日11月1日の2日間、ここ盛岡市中野橋の岩手銀行赤レンガ館にて、岩手県とマノル大和株式会社の主催によるウルシデイズ岩手2020が開催中です。今回は会場にお越しになれなかった方たちにも漆器の魅力や作り手の思いを知っていただく機会にしたいと考え、この生配信インタビューを実施することになりました。その名もウルシデイズ岩手2020生配信インタビュー、見る知る漆、漆人に聞くが始まります。県内に、5つの事業者にそれぞれの歴史や特徴、また漆器ビギナーにおすすめの作品などを実際にブースを回りながらお話伺ってまいります。インタビュアーは私二宮舞子が務めます。それでは早速1社目に参りましょう。二戸市浄法寺町にある適正社です。担当の後藤咲子さんです。こちらへどうぞよろしくお願いします。適正社は二戸市浄法寺町にある会社になりますけれども、まず漆そのものについてこう皆さんにしっかりとこう知っていただこうということで、浄法寺町の漆というともう産地として有名ですけれども、そもそもこの国内産の漆というのは貴重なものなんですよね。はい、そうですね。今国内で流通してます漆の、約 3% が国産の漆となってまして、その中でも、約7割ほどがですね、この二戸の地域で、取られている浄法寺の漆になります。はい、ごめんなさいね、マイクをこうやりたりするんですけれども、漆は、英語で言うとジャパンと言われたりもしますけれども、とても日本文化の象徴の一つとなりますが、具体的にはどういったところにその漆というのは使われてたり、また出荷されたりしてるんでしょうか。そうですね、今ですと浄法寺の漆は、文化財の修復にも使われてまして、はい、多くは日光東照宮の、はい、修理に使われたり、あとはそうですね、今回お持ちしているお椀に塗ったりということで、はい、使われてます。今こうやって受け継がれてはいますけれども、その今歴史的な建築物に使われているということは、こう漆そのもの自体の歴史というのも随分長くなるということですか。そうですね、古くはその縄文時代から、こう接着剤として漆が使われて、こう矢尻をくっつけたり、壊れた土器をくっつけたりしていたというふうな文化があるというふうに。最初は接着剤で。そうですね、あ、方がすごいですね。そうですね、それが今やこうやって伝統の工芸品として使われているということなんですよね。そしてこの二戸市浄法寺町の適正社さんも随分とこう歴史が長いと伺いましたけれども、この適正社についてもお話伺えますか。はい、適正社はですね、そう、地元で採れた漆を使って、器を作っている工房と、あとはですね、その浄法寺の漆を使って、器ですとか作品を作っていらっしゃる作り手さんのものをご紹介する店舗も隣接されてます。はい、実際にその浄法寺町で作られている漆器、本日今日たくさんお持ちいただきましたけれども、ちょっと浄法寺塗りのこう特徴について知りたいので、はい、作品をちょっと見えるところに置いていただいてもよろしいですか。はい、うん、はい、ちょっとじゃあこちらがまさにこの浄法寺塗り、はい、2つ今置いていただきましたけれども、これ何か違いがあるんでしょうか。見るからにね、艶が違いますけど、はい、でも同じ商品なんですけれども、実はこちらの方がですね、まだ使用前のマットな、はい、使用前の、はい、状態になってまして、浄法寺塗りは、塗って研いでをこう繰り返して全部で7回漆を塗るという工程に、はい、なってまして、最後の仕上がりがこう最初はマットな、はい、表情なんですね。マットで塗った時、はい、滑らか、手触りがいいですね。はい、やっぱり口当たりと
この優しい手触りが特徴ですので、はい、はい、こちらが、ま、使用後使っていただいた時の見本になってまして、はい、これが洗って拭いてのこう毎日日々の、普段使いの作業でこういうふうにツヤが育ってきます。ツヤが育つ、はい、随分違いますよね。あとは、はい、が入ってくると言いますか、そうですね、美しさが際立ちますね、はい、あとこの国産漆の特徴でもあるんですけれども、この透明感が出てくると言いますか、はい、奥行きのある艶がやっぱり浄法寺その土地で取られた漆を塗って作っているお椀の特徴になりますね。もう漆の魅力というとも使えば使うほど磨きがどんどんかかっていく、そんなところなんですね。そうですね、たくさん使っていただけたらすごい嬉しいなと思います。はい、そしてこの中でも今日は、ま、漆器ビギナーの方たち、初めてという方たちもいらっしゃると思います、はい、なかなかこれを最初に使うというところもハードルの高さを感じる方もいらっしゃると思うんですけれども、漆器ビギナーにおすすめの作品ございますか。はい、今お持ちします、はい、じゃあ今ちょっとお持ちいただいております。いやー、漆の美しさ魅了されますね。あ、持ってきていただきました。じゃあちょっとこちらに置いていただけますか。先ほどよりはもう随分、これはどういった商品、作品になりますか。はい、こちらは杯ですね、うん、なのでお酒を飲んでいただくのに使っていただきたいと思うんですけれども、先ほど言った口当たりが、はい、とても柔らかいですので、お酒を美味しく飲んでいただけると思います。本当に日本酒とかを入れて飲みたいって思いますけど、ちょっとあの触ってみてもいいですか。はい、ね、まあ、持った時本当に軽いんですよね、はい、そしてよくこのね、口のあたりを見ますと少し反ったような形になってますよね。はい、こういった形も、まあ、塗り主が、ですね、デザインして作ってますので、いろんな個性のある形をぜひ見に来て楽しんでいただけたらなと思います。はい、あのお酒にもいいということですけれども、あの普段の飲み物としていろいろとね、あのお茶だったり、はい、コーヒーだったり、はい、そういうのにも向いている器もあるということ、ね、はい、そうですね、ちょっとそちらも見せていただいてもいいですか。はい、こちらの、うん、先ほどよりは少し大きめのものになりますけれども、こちら杯だったのがね、ちょっと大きくなって、これだとあの普段使いにもいいということですよね。はい、そうですね、コーヒーを入れていただいたり紅茶ですとか、はい、入れていただいてもいいと思います。いや、おしゃれですよね。日常にこうやってお茶の時間にこう湿気が出てくると一気に風情が上がると言いますか。はい、でもやっぱり日常にどんどんこういう伝統の工芸品は使っていただきたい、そういう思いはありますか。そうですね、やっぱりこう普段使いであの使っていただきたくて、ちょっとあの何でしょう、あとはですね、漆の表情を見ていただきたいのもあって、あの浄法寺塗りはあまり過色ですとか、あの絵を描いたりということはないんですけれども、だからこそこう普段の食卓にも馴染むようなデザインになっているかなと思います。はい、はい、そして最後にあの会場の皆さん、また動画をご覧になっている皆さんに、メッセージといいますか、あの一言お願いいたします。そうですね、その地元の漆かきの職人さんたちがこう一滴一滴集めてこう収穫採取した漆を、はい、塗って作ってますので、はい、いろんな方に手に取っていただけたらなと思ってます。イベントは明日までということで、明日も適正者さんはこちらで出展をされるということですね。はい、じゃあここまで二戸市浄法寺町適正者の後藤咲子さんにお話伺いました。後藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いては盛岡市のうるみ工芸さんです。続いては盛岡市にあるうるみ工芸です。藤村真希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
このうるみ工芸さんは先ほど、ご紹介にもありました二戸市浄法寺町の浄法寺塗をこう盛岡市で唯一こう受け継いで制作をされている工房と伺いましたが、うるみ工芸さん、紹介をお願いいたします。はい、弊社はですね、代々家業としてこの浄法寺塗を制作している唯一の工房です。私のおじいちゃんですね、祖父なんかはですね、代々この昔は荒沢漆器って言う、そうなんです、荒沢漆器って言いまして、荒沢村っていう村がありまして、その村の中で塗りをする部落があったり生地を作る部落がありました。でその南部藩のお殿様に納めるような器をこう取りまとめて納めてたりっていうような歴史があります。もう牧さんのおじいさんの代からずっと引き継がれているんですね。詳しく言うともうちょっと前からだと思いますけれども、はい、ずっとこう塗りのことには携わっていたようです。荒沢漆器って今ありましたけれども、こう今とはまた違う姿の漆器だったんですか？そうですね、南部藩のお殿様に納めるようなものは南部白 A1 って言いまして、今の秀平塗りに近い金箔を施したものになります。でひし形 の金箔が正方形でとっても豪華なものだったというふうに聞いてます。それが徐々に今のこう形に変わってきたのはいつ頃だったんです？ですやっぱり時代の流れとともにですね、昭和60年ぐらいからこういう、シンプルなものをたくさん作るようになりました。そして先ほどその漆の歴史について伺ってはきたんですけれども、うるみ工芸さんにおいてはその浄法寺塗の、その製造工程についても詳しく伺っていきたいんですけれども、どのようにこう進められてるんですか？ですね、うちは長く使っていただきたいっていう思いがありまして、下地の段階はですね、輪島地の粉を使いまして、非常に硬いんですけれどもそれを施しています。あとこちらにもありますけれども、やはりこれも丈夫にするための仕掛けなんですけれども、こちらの縁とかですね、中の方に麻の布を貼りまして、こうすることによって落としても割れにくいものになるんですけども、これツヤがちょっと出てるんですけれども、実際にお客様が10年使ったシルバーになりますね。でこちらが新品のものになります。この縁のところに今お話ありました麻の布を施して、その上から漆を、はい、塗り重ねていってますので、もう本当工程数は普通のシルワン作るよりも倍以上かけて、長く時間も手もかけて作っております。でもそうやって手間暇かけることで、この使い手さんがよりまた長く使えるようにっていうところなんですね。はい、そうです。もう10年とか20年とか、もう長い方はもう40年ぐらい使ってるようなお客様もいらっしゃいますので、人生共に歩んでるような。はい、そうなんです本当に、はい。そしてうるみ工芸のうるみという、これもあれですよね、この漆の色合いを表した。ね、はい、そうです。うるみ色っていうのは、この塗りの業界の方は皆さんご存知な色なんですけれども、そのうるみ色が先代が好きで会社名にしてました。まさにそのうるみ色、今見せていただいてもよろしいですか？ですね、この黒い方のこの下にうるみ色を塗っております。表面ではなく中なんですね。はい、下の方で、なので年数経たないとうるみ色見えてこないんですけど。なるほど、これ時間をかけての色合い。そうです。でもそれを想定されて。そうです、見越して5年後10年後こういう色になるだろうというふうにして、ちょっと濃いめのため塗りに仕上げております。じゃあもう本当にその 理想のといいますか、こう時間をかけて出てきたその色合いを
目指してうるみ高原のそのうるみという名前が入ってるんですね。はい、そうです。今日いろいろと作品お持ちいただきましたけれども、中でもその漆器ビギナーさんにおすすめの作品、まさに、はい、こちらですね、はい、今置いてある、はいはい、これマグカップになるんでしょうか、はい、色が2色ありますけれども、これですね、あの本当一つの木を丸々くり抜いて作っておりますので、この取っ手の部分が取れるっていうようなこともないですし、こう持っていただくのにもこうすごくこう手に馴染みやすいものとして、え、はい、とても人気のある商品になってます。あの通常のマグカップみたいにこうゴツゴツといいますか、そういうのが全くなく、本当もう滑らか。そうですね、これであの口当たりもすごくいいので、冷たいビールとかビール、はい、飲むのは本当最高ですね。マキさんはビールを入れる。そうですね、あの昨夜も使いました。そうなんですね、あの冷たいものもいいし温かいものも。温かいものはですね、あの最初はですね、コーヒーとかお茶はちょっと漆の匂いの方が強いかもしれないので、ちょっと味の濃いものから使い慣らしていっていただきたいなと思います。最初の段階だと、じゃあどういうものをこう入れて飲んだ方がいいんですかね。やっぱりあの味噌汁のお椀とかと一緒ですけども、コーンスープとか、あ、ちょっとあの本当スープ系とかですね、そういうものから慣らしていただければ、はい、そしてだんだんとこう、じゃあ熱いお茶だったりとかコーヒーだったりとか、ちょっと時間かかるかとは思いますけれども、え、そういうのも楽しんでいただけるようになります。本当に漆器ビギナーにおすすめで、こう普段使いにできそうなデザインですけれどもね。あのデザインはもう父とかがほぼやってましたので、お父様はこれデザイン、そうです、はい、あとはお客様からの要望でお作りすることも多くて、一番最初はこれ作ったんですけど、その後にやっぱりあのご夫婦で使いたいっていう方もいらっしゃって、後からちょっとね一回り小さいものもやっぱり後からお作りすることになったりして、先ほどよりもまた一回り小さい。そうですね、はい、なのであのできる限りはもうご要望に沿ったものを作っていきたいなと思っているので、これ無理じゃないかななんて思われても、あのちょっと一度ご相談いただければ、あの可能な限りは答えをいたしますので、はい、やっぱりお客さんとしては普段から日常からこう使えるものっていうような要望っていうのは結構あるんですか。そうですね、あの商品の種類としては結構多い方だなとは思うんですけれども、あのちょっと後ろにあるこちらもカレー皿なんですけれども、はい、どんどん出てきますカレー皿なんかもちょっとお客様のご要望で、はい、素敵ですね、はい、そうですね、ちょっといろいろとこうアイテムが増えていっているのは本当お客様のおかげだなと思っています。そういうお客さんの声から作品が生まれることもあると、はい、大きいですね、それが大きい、それが大きいです、はい、はい、でも本当に時代とともにあの形も変えて、で今の人たちにも合う伝統工芸品になっているということですね。自分たちが使いたいっていうようなものを作っていくっていうのがもう一番あの仕事やってても楽しいですし、うん、はい、皆さんにも楽しんでいただけてるのかなと思いながら仕事はやってます。では最後にですね、会場それから動画をご覧になっている皆様にメッセージをお願いいたします。そうですね、あの漆器っていうと本当扱いが難しいっていうイメージ強いかと思いますけれども、あのポイントさえ抑えれば大丈夫ですし、私たちあの修理もやっておりますので、お気軽にご相談ください。うるみ工芸の藤村真希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてはアッピ塗り漆器、アッピ塗り漆器工房さんです。続いては八幡平市にあるアッピ塗り漆器工房の佐藤みのりさんです。よろしくお願いします。お願いします。こちらの
アッピ塗り、まずこのアッピ塗りについて教えていただけますか。もともとアッピ塗りっていうのはアッピ川流域で作られていた荒沢石器というものが元になっています。そちらちょっと作り手さんが少なくなってしまって廃れかけたものを今から30年ほど前にアッピ塗りっていう形で再興させてできたのが元になっております。原点はじゃあ荒沢漆器だったんですね。今その復活してアッピ塗りという名前を変えて受け継がれてますけれども、その制作現場であるアッピ塗り漆器工房さん、これはどういった場所になるんでしょう。こちらは八幡平市のところにある工房になるんですけども、今20代から40代を中心に女性を中心とした工房になっております。でこちらなんですけども、近くに漆の研修所がありますので、そういった人材育成にも力を入れていて、個人で活躍されている方の作品も取り扱っていて、すごくこういろんな種類の漆器が置いてあります。若い人たちが多いんですね。20代から40代、一回じゃあそこで技術を学んでそれぞれ活動されてると。そうですね。一度と八幡平市 その研修所で出られた方が、その全国各地だったりとか、岩手県内で活躍されている形になります。佐藤さんご自身も塗りの職人さんということで、歴はどのぐらいになるんでしょう。漆を始めてから5年目になるんですけれども、工房では今3年目になります。塗りの職人を目指そうと思ったきっかけは何だったんですか。もともとものづくりが好きだったんですけども、ちょっと県内の漆の事業者さんにちょっとインターンシップみたいに行かせていただく機会がありまして、ちょっとそこで漆に興味が湧いて、でここの工房の近くに研修所があるっていうことで、ちょっと勉強してみたいっていうことがきっかけで漆を始めさせていただきました。この漆器工房には同じ年代の方たちも多いと思います。で女性が多いという話がありましたけれども、雰囲気はいかがですか。すごくとみな雰囲気もよくで、作家さんも結構こう来てくださるので、そういった面でもこういろんなコミュニケーションができている工房になっていると思います。若者のじゃあ発想、また技術がいろいろと作品に形に現れていると思うんですけれども、このアッピ塗りそのものの特徴というのはどういったところになりますか。アッピ塗りの特徴としては、まず日常使いを目指している漆器になります。シンプルでちょっとこう使いやすい主婦目線で作ったものが特徴になってるんですけども、最初ちょっとこうマット艶消しの状態からお使いいただくうちにこう拭くことによって艶が上がっていく器になってるので、こう育てていく楽しみも楽しめる器になってます。実際に今お持ちいただいてもよろしいですか。こちらにもたくさんいろいろと作品並べられてますけれども、今お持ちになっているものが、じゃあこちらにちょっと置いていただきましょうか。こちらはどのような作品になりますか。こちらは 4.4 寸のハゾリ椀っていうお椀になるんですけども、普通のお椀よりちょっと大ぶりなお椀になってます。これからの季節、豚汁だったりとか、ちょっと芋に手を使いいただけるのもそうなんですけど、あとちょっとお雑煮とか、あとちょっと口が反ってるので口当たりがいい形ですし、あとこうお椀、汁碗だけではなくご飯碗としても使えるので、一つあると何でもこう小回りが効くようなお椀になってるので、すごくおすすめのお椀になってます。さまざまなこう料理に使えそうで万能な一つ作品になりそうですね。少し持ってみてもよろしいですか。ここの口のあたりが薄く、そうです、口当たりが良さそうなのがこう感じられますね。はい、ありがとうございます。あとは結構深さもあるので結構しっかり入りますし、結構持っていただくとしっとりした肌触りなので、ぜひ会場で持っていただければなと思います。実際に会場に来れば作品を持って実感することができるということですね。はい、その他にも何かおすすめなものはございますか。漆器、お椀だとちょっと高くて、ちょっと手を出しにくいっていう方におすすめしているのが、半塗りスプーンっていうスプーンになるんですけども、ちょっと今お持ちいただいてもいいですか。あ、はい、こちらですね。あ、スプーン、あ、これ色が違いますね。すべて漆で仕上げてあるんですけども、半分は拭き漆って言って、
あの下半分ですね、柄の部分が吹き漆って言って漆を薄く重ねて層を作ってちょっと木目を生かした仕上げになってるんですけども、口に当たる分はちょっとこう漆の層を厚く、あのすぐろめっていうお色で仕上げてるので、あの擦れたりとかもせず、あと口に当たる部分が実はスプーンが一番大きいので漆本来の舌触りが楽しめるものになっているので、初めてちょっと漆のものを買うんだっていう方には結構おすすめしている商品になっております。一番その漆の何でしょう、良さを感じられる一つになりそうですね。そうですね、スプーンのちょっとこう金属だったりそういった匂いとかそういったお料理を邪魔することもないですし、口の大きさも小さすぎず大きすぎずなので、カレーだったりデザートだったりいろんなスプーン、あ、いろんな機械に使えるスプーンになっております。こちらだったらビギナーの方たちも手に取りやすい、ま、価格もね、器と比べたら少しお買い求めやすいかなっていうところがありますね。そしてその他にも先ほど若い職人さんたちが多いアピヌリ式工房ですから、その若いアイデアを生かしたような作品もございますか？少々お待ち。はい、どんなものが来るんでしょうか。あー、かわいいですね。あ、鏡ですか。はい、こちら手鏡になってるんですけども、ちょっとハートの形の手鏡っていうことで、あの漆器といえばお椀とかちょっとお皿とかそういったイメージあるかと思うんですけど、こちらだったらちょっと手鏡だったりちょっとブローチとかもご用意してたので、ちょっと漆器以外のものもご用意してました。いや、このサイズだとね、こうバッグの中にもそうです、ね、ポーチの中にもちょっと入るサイズ、うん、これがいいですね。でまたこの裏側のね、漆を感じられる、さらにはこうハートっていうところ、また女性の心をつかむようなデザインで、女性の職人だからこそこう出てくるような発想ですね。そうですね、ハートの形っていうのもちょっと女性らしい形ではあるんですけども、あの結構薄めな鏡になってるので、それこそ先ほど言っていただいたようにカバンの中に入れていただいても、ここ邪魔にならずにこうちょっとこう使うたびに楽しくなれるような手鏡だと思っております。女性の方たちはアイディアとかっていうのは何か話し合ったりとかしながら、こういうのもふとこう出てきたりとかするんですか？個人でやられてる方はあのそれぞれちょっとこう構想があると思うんですけど、工房とかでは、まあ使い勝手だったりとか、どういうふうに使うかとか、そういったものをちょっと話し合いながらものは作っています。結構皆さん日常的なシーンでちょっとこうどういうのが使いたいかなっていうのを考えながら作られてる方が多いです、うん、これからまた新たな、ね、こうアイデアっていうのも出てきそうですよね。そうですね、結構そのシュートためっていうで、結構一般的なお色だけじゃなくて、ちょっと手鏡のもそうなんですけど、ちょっとオレンジ色だったりとか、ちょっとこの青い漆を使ってたり白い漆を使ってたりするのもあるので、ちょっとそういった面では新しいちょっと商品も見ていただけるのかなっていうふうに思います。色合いの違いも楽しめそうだということですね。ありがとうございます。それでは最後にですね、この会場の皆様、動画をご覧になっている皆様にメッセージをお願いします。漆デイズ岩手っていうことで、県内の事業者さん集まってる機会、そうそうない機会でこう一度に漆器たくさん見られる機会となっておりますので、ぜひ会場の方に足を運んでいただいて、ぜひ手に持っていただいて漆器の良さを知っていただければと思います。ありがとうございました。ここまで安比塗漆器工房の佐藤みのりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いては一関市の丸三漆器さんです。一関市の丸三漆器、青柳誠さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。丸三漆器といえば秀平塗り、これ代表ですけれども、はい、まずその秀平塗りの特徴について教えていただけますか？はい、秀平塗りは平泉の発祥の漆器で、模様にとても特徴があります。早速もう見せていただけますかね。もう皆さんも一度は見てことがあるんじゃないかと。はい、こちらに、はい、これが秀平塗りの、まあ、伝統的な模様になります、まあ、歴史としましては、平安時代に藤原の秀平が京都から職人さんを呼んできて作らせたというのが始まりと言われています。この柄が
本当にきらびやかで平泉文化をこう象徴するかのような作品ですね。はい、はい、そうですね、雲形という絵を描いて、まあ、その当時あの金がたくさん取れたということで金箔がたくさんあしらわれる豪華なお椀になってます。そちらをこうずっと作り続けているマルサン周期さん、こちらもやっぱり歴史が長いんでしょうか。そうですね、私で5代目になるんですが、明治37年は、に創業しまして、この漆器作りをずっと続けております。5代目、その受け継がれている技法、これについても教えていただきたいんですけれども、はい、どのようにこう塗り施されているんでしょうか。そうですね、うちの工房では生地から塗り製品まで一貫した製造工程を持っておりますので、生地を作って、で下地の職人さんが下地をして、塗りの職人さんがいて、で最後に加色ということで金箔とか漆絵が描かれます。それぞれ役割が分担されているということで。あ、そうですね、それぞれ職人さんが違います。じゃあもうそれぞれのやっぱり技術というか、すべてがすべてでこう誰でもできるというわけではない。そうですね、まあ、一人で全部やるとなると本当に一つの技だけでもとても熟練しないとこういう商品はできないので、全部ということには多分できないと思いますね。はい、一つの作品作るのにおよそどのぐらいの時間かかるんでしょうか。そうですね、まあ、生地から作りますと、大体 2,3 ヶ月ぐらいですかね。それぐらいはかかってしまいます。職人が次の職人へとどん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 こう引き継いでって全てが完成すると。あ、はい、そうですね、はい、青柳さんはちなみにどちらの工程をされてるんですか。私も職人のようなことをするんですけれども、加色をします。加色というのは漆絵を描くところですね。まあ、難しいものはちょっと私はできないんですけれども、金箔を貼ったりですね、漆絵を描いたり、いろんな色の漆で絵を描いたりします。まさにこう最後のこう仕上げというか、そういったところになるんですかね。そうですね、まあ、ひでひら塗りになる部分という感じになりますね。一番こう気を使っているというか気をつけているとか、どんなところですか。そうですね、やっぱり箔針でしょうかね。はい、箔針は金箔っていうのは1回ついてしまうともう取れないので、ひでひら塗りというのは皮脂の模様を4ひら貼りますんでね、それを角度を間違わないように、絶対に1回も絶対に間違わないように置かなきゃいけないので、そこ一番気を使いますね。1回貼ったら剥がせないんですか。そうです、なので間違えたら塗り直しです。生地から塗りのところまで戻って塗りまで、はい、全部塗り直しという感じ。ちなみにそういうご経験ってあるんでしょうか。あ、もちろんあります。あ、でもそういうのを経験重ねて。そうですね、やっぱり、まあ、これはもう何回もやっていかないと覚えられないので、はい、神経を研ぎ澄ませてやっていかなければいけない大事な大事な技術なんですね。はい、そうですね、はい、その時間をかけて作られたひでひら塗りの作品、たくさん今日はお持ちいただきましたけれども、どういったものをこう持ってきていただいたかというのをいくつか見せていただけますか。はい、先ほど紹介したひでひら椀というのがありますけれども、これはやはり伝統的なものとしてうちで作っているひでひら塗りになります。なんか色合いが違うものもあまりこう見たことない色合いもありますね。そうですね、これはちょっとひでひら塗りでこのような試みをした商品がなかったので、カラーバリエーションを加えて訴求しているものです。ちょっと会場の皆さんにもいいですかね、見せていただいても。はい、やっぱり黒がベースでこう赤金っていうこうイメージがありますけれども、とてもこう淡い色でベースがね。はい、やはり皆さんイメージ的にひでひら塗りというと黒とベンガラです、はい、と金ですんで、まあ、そういうものでちょっと自然にですね、皆さん目に入ってない部分があったのかもしれないんですけど、まあ、自然すぎて、なのでちょっと新しいものを加えてもうちょっとひでひら塗りというものを知っていただければなと思っております。これいつぐらい前からこう出ている作品になるんでしょうか。これはもう1ヶ月前ぐらい。最新作ですね。はい、そうです、はい、最新作になります。
これはどのこうあれですかね、青柳さんのこうアイディアといいますか提案で。そうですね、やっぱりひでひら縫いというのも若い方にはなかなか、ね、もう知られていないと思いますので、今までのひでひら縫いだけではなかなかその新しいお客様を増やすことはできないので、ちょっと一つ面白いものを作って見ていただければなと思いました。人がまた違うのでね、引きつけられますね。でさらにもっともっとこう日常に寄り添ったものをっていう思いを込めて、今回この地域ビギナーおすすめの作品としてお持ちいただいたものもあるんですよね。はい、はい、じゃあちょっとそちらをお持ちいただきましょう。またこれまでのひでひら塗りとは違ったデザインになるんですよ。はい、ちょっとお待ちくださいね、今たくさん出てきますから並びますね、私も手伝います、はい、はい、はい、たくさん出てきます。この作品のシリーズとしてお名前があるんですよね。はい、これは普段というブランド名で、昨年から作っている商品になります。普段というのはやはりこの普段使い、普段日常、そういったところです。はい、普段使いに特化した商品になってますので、ひでひら縫いのルーツも組みながらいろいろと試行錯誤をして作ったものになってます。特徴としてはもう、見た目から分かる通り柄がないというところが一番だと思うんですけれども、引き継いだ部分とまた変えてきた部分、どんなところですか？やはりひでひら塗りをずっとうちでは作ってましたので、やはり模様がたくさん入っているというものが主流だったんですけれども、やはり普段使いに使うにはちょっとこう模様がたくさん入っていると使いづらいという方がいろいろお声をいただいておりましたので、それで今回は拭き漆という仕上げで仕上げております。漆をハケで塗って、布で拭き取ったり紙で拭き取ったり、それを何度も繰り返すという技法なんですけれども、それですと漆がですね、ほとんどこう剥離することなくずっと使えますので、普段使いにはずっと使いやすい塗りになっているということになっています。艶が随分こう輝いて見えますね。そうですね、内側は内側はね、はい、内側が艶ありで、はい、外がマットに仕上げてあると、はい、これはちょっとコントラストをちょっと見てもらうのもありますし、はい、内側は塗りがちょっと厚いので艶があります。なので箸が当たっても丈夫というか、へこまずに、はい、使えます。上から見ても分かるんですけど、丸くね、こう丸み帯びた感じ、この形もなんかこう優しさ、温かさを感じます。そうですね、これがひでひら塗りのルーツを組んでいる部分なんですけれども、ひでひら腕という形なんですね。ひでひら腕というのは手にぴったりとこう馴染むっていうのがよくそのように言われるんですけれども、はい、持った時にこうぴったりとこう手に馴染む形になってます。そちらはもう代々のその形というものを受け継いでいる。そうですね、はい、これだったらこうビギナー向けの方たちもね、手に取りやすいといいますか、はい、先ほどのこう華やかなものだとこうなんかちょっとお祝い事とかそういった時にみたいなイメージですけれども、これだともう明日からでもみたいな、今日からでもみたいな。そうですね、本当にもう毎日使っていただいて、もうずっと使っていただけますし、メンテナンスに関しても割とですね、塗りのものよりも早くお客様にお返しできたりとか、割と簡単に直したりもできますんで、ずっと使っていただけます。長く愛されるということですね。 ありがとうございます。それではですね、最後に会場にお越しの皆様、また動画をご覧になっている皆様に一言お願いいたします。岩手の漆器はですね、上法寺塗り、ひでひら塗りにしてもですね、民芸色の強い漆器になってますんで、普段使いにとっても使いやすいものになってます。なので毎日普段使いにぜひお求めになっていただければなと思います。そして青柳さん、今日ここで、明日までイベントありますけれども、地元の方でも、はいはい、イベントが、はい、オープンファクトリー五感一オンラインというものをやっております。こちらもオンラインなんですね。はい、例年ですと体験や見学のイベントになってるんですけれども、今回はコロナの関係で
その YouTube ですとかあのライブ配信がメインとなっております。ぜひ、ね、そちらも動画ご覧になってこのひでひら塗りの良さ魅力というのを感じていただけたらと思います。ここまで丸三四季の青柳誠さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて最後は盛岡市の駅近の漆市さんです。最後は盛岡市の駅近の漆市稲垣元博さんにお話伺います。よろしくお願いします。まずこの駅近の漆市どういった活動になるんでしょうか。はい、盛岡近郊にはかなり数多くの個人作家がいるんですけれども、なかなか個人一人だとラインナップが少ないんですけれども、集めますとかなりのマーケットになると思いまして、ものを持ち寄って販売しております。何人かさまざまな作家さんたちの作品が集まった場所になっていると。そうです。だいたい今は15人ぐらいの作家が協賛してくれてます。県内の15人の、そのうちその今日は何人くらいの作家さんたちの作品がご並べられてるんですか。はい、今日は5人ですね。はい、5人だけでもこんだけいっぱい本当にね、会場ここからで伝わるかどうかわからないんですけれども、先ほどまでこうね漆器器系が多かったものが、はい、ここ本当にほぼ全くないんですよ。器じゃないものがたくさん並べられてますが、どんなものがあるのかちょっと全部映しきれないので稲垣さんのお話で。はい、そうですね、基本的には作家が好きなものを作る、好きなものにかける情熱っていうのはすごくありますので、釣り具関係、ルアー、それから紙で作った箱、それから漆を塗った筆記用具、アクセサリーなどがあります。さまざまですね、バラエティに富んでますけれども、そのうち、おすすめのものとしましては、はい、どのものになりますか。今日持ってきた中でちょっとおすすめしたいのが漆ボックスという紙を使った箱なんですけれども。漆ボックス、はい、はい、こちらですかね。はい、はい、になります。素敵。素材にですね、はい、何ですかこれは。はい、大東町、東和町の、すいません、はい、鳴島和紙という和紙を組み合わせて貼っております。鳴島和紙、これもあれ伝統工芸品の一つですよね。それを箱に組みまして、それに浄法印をさらに塗り足して、丈夫な名刺入れを作っております。はい、ぜひぜひお願いいたします。すいません、私入れてしまいました。はい、そしてやっぱり和紙なので軽い。そうですね、で漆を染み込ませてありますので、でかなり漆使っておりますので、かなり丈夫にできております。和紙と漆、これちょっとこう懸念されるのが濡れたりしても大丈夫なんですか。はい、もう防水性はありますので大丈夫です。まさにね、岩手の本当に伝統工芸品がコラボしたメイドイン岩手ですね。もうオールメイドイン岩手。はい、ありがとうございます。他にさまざま箱としてこういうふうに組んでおりますので、もしご覧になられて、もしうち使ってみたいというお客様いらっしゃったら、ぜひ使っていただきたいですし、企業さんにもぜひいろんな商品のパッケージとして使っていただいて、岩手発の脱プラスチックを進めたいなと思っております。そっか、これ和紙だから紙素材でとても環境にも優しい。まずプラスチック使ってませんし、作るのに大量の水や薬品も使いませんので、自然由来そのもの、はい、になってますのでね、かなり脱プラスチックの今の社会にかなり通じる商品じゃないかなと思ってます。とっても素敵な作品です。ありがとうございます。その他にもなんか見てみたいこう気がしますよねっていう、何かこうちょっとこっちにね釣り竿を見ていただきたいんですけど、ちょっと難しいので、こっちにちょっと持ってきてもらえるようなものはございますかね。器以外にもね、いっぱい。はい。何かわいい。漆で仕上げました、山椒を、それからアメフクラカエルのフィギュアになって
フィギュア可愛いですね。まだこれ艶が少なめなんですけれども、この後手で毎日なぜていくとだんだん漆の特性としまして、よく漆器なんかでも使っていくうちに艶が出てくるって言いますよね、はい、この人たちも艶が出てまいります。どんどん、はい、山椒魚まあ、デフォルメはされてるのでちょっと可愛い感じにはなってるんですけども、どうぞどうぞ。思ったよりも軽い、はい、だけどなんかこう紙とか置いて飛ばないためにこうなんか重しさそうですね、はい、そこのとこインテリアとして置いても、はい、またこの触ってると艶が出てくる、それからこの漆の光沢感と両生類の光沢感が同じだって気がついた作家の独創性がまたすごいなと私は思うんです、そういうあれですか、植物じゃない生き物の特性からっていうところなんですか、光沢感だと思うんですけれども、これもやはり作家さん独自のその発想が形になったわけですね。おそらくやってる人は他にはいないかとは思うんですけれども、初めて見ました、そういうね楽しいものがたくさん詰まった駅近の漆市さんですけれども、ビギナーさん向けにちょっとやっぱり、いろいろとこう作品紹介しては来たんですけれども、長く使うためにやっぱりコツみたいなものがあると思うんです、はい、洗い方だったりとか保存の仕方だったり、保存というか、ね、しまっとくポイントとかってありますかね、はい、はい、今スポンジ持ってくるそうですこれ私が実際に使ってる、稲垣さん愛用の、はい、神さんが、大体ワンセット持ってるんですけれども、こんな風になってますね。もう本当に普通に使ってもらって構わ大丈夫なんですけども、食洗はやっぱりちょっと苦手に、うまく、あれ、食洗だとちょっと壊れてしまいますので、手で洗うんですけれども、普通ですね。普通のこのスポンジの硬い面ではなくて、この柔らかい面で、もう簡単にこう撫でるように洗っていただければ基本的には大丈夫ですね。陶器とかよりもやっぱり汚れっていうのはこうあまりつきにくいってところもあるんですかね。つきにくい、 そして落ちやすい。落ちやすい、だから優しい方で洗ってもそれでも十分取れると。さらっと取れますね。味噌汁、油系の具が入ってない味噌汁であれば本当にスポンジに食器用の洗剤つけなくても綺麗になるぐらいです。であと、洗って水を切ったら、布で拭いてしまうときなんですけれども、よく重ねずにしまうのが基本だっていうふうにこういうふうに言われるんですけれども、ただどうしても住宅事情、こういうふうに置ける食器棚がある家庭っていうのは少ないかと思うんですけども、私はもうバンバン重ねてます。大丈夫なんですか？大丈夫ですね。特に岩手さんの漆器に関してはもう丈夫にできてますので、重ねて置いといてもそれで傷になることは、基本的には少ないかと思います。それよりも毎日使っていただきたいですね。毎日使うことでやっぱりこう光沢感だったりとか色合いも変わってきますからね。そうですね。でどうしてもやっぱり破損っていうのは避けられないところがあると思うんです。私もここの部分落とし洗い上げしてるときに落としてしまって蹴飛ばしてしまったんです。でバキッと割ってしまったんですけども、これも自分直すことができますので、直してまた塗り直して、そしてさらにもっと前より好きになってしまった。直してより愛着が湧く、でもう手放せないお気に入りになりましたんでね、こういうふうに使っていただきたいと思います。ありがとうございます。一つアドバイスという手は何なんですけれども、 ご購入されたときに購入店を覚えておくといいかと思います。お店をですね、はい、そのお店が作ったもの以外だとちょっと修理が難しいっていう漆器もありますので、修理して長く使うためにはある程度その作ったところに修理をお願いする必要があると思うんですけども、それを覚えておくと、もし故障の時に直せて長く使えると思います。本当にいろいろな大事なポイントを教えていただきました。ありがとうございます。そして最後にこちらの漆、駅近の漆市さんの方ではなんと漆ガチャというね、
ゲーム、あのガチャガチャを用意をしているということで、これについては斉藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。こちらへどうぞ。いやガチャガチャですよ、漆の。初めて聞きました漆ガチャ。小さい漆のお椀にあの漆を塗り重ねて、あのちっちゃい漆器を作っちゃいました。あの今斉藤さん今手に持ってますよ。そのぐらい小さいんですけれども、見えますかね。何分の1、何十分。そうですね、本当に小さいサイズなので、お米も本当に一かけらというか、炊いたお米だと箸の先にスッと入れるくらいしか入らないくらいの小さいミニのお椀になってます。いろんな色合いもありますね。そうですね、全6種類とプラスシークレットの7種類の展開になっています。シークレット、これはもう引いてからのお楽しみってことですね。そうですね、まだシークレット出てないので、どなたが引くか楽しみです楽しみですね。これ1回1000円というところでね、本物 の作品と比べると随分とあのお買い求めというか、挑戦しごたえのある楽しい漆ガチャ、こちらも用意しているということです。ありがとうございます。それでは稲垣さん、最後に、はい、もう一度、それではですね、会場、それから動画ご覧の皆様に最後一言お願いします。はい、あの漆の新しい可能性、あのいろいろ試してますので、ぜひぜひご覧になっていってください。あの見来ていただいて、あ、漆って意外と自由だなと思っていただければ、私としてはとても嬉しく思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ここまで駅近の漆市稲垣さんにお話伺いました。ありがとうございます。漆デイズ岩手2022出展中の県内5つの事業者にお話伺ってまいりました。皆様いかがでしたでしょうか。私もね、これから人生共に歩む漆器を一つ育ててみたくなりましたね。この漆デイズ岩手2020は明日まで開催中です。会場は盛岡市中野橋の岩手銀行赤レンガ館です。ぜひお越しください。ここまで生配信インタビューご覧くださりましてありがとうございました。